皆さんこんにちは、かなえです。今日は妊婦検診があるので今日の一日を撮ってみようと思います。持ち物はとりあえず母子手帳と自治体からもらえる妊婦検診の補助券、あと待ち時間が長い時もあるので日記とペンを持って待ち時間に書いて時間を潰してます。あとはお財布と保険証でしょ。あとはもう夏でねすごく暑いのでお茶をね持って行って飲もうかなと思います。今日は検診の前日です。前日から戦いは始まっております。なぜかというと検診の前日にしょっぱいもの食べ過ぎたりたくさん食べると次の日の体重にすぐ反映されてしまうんですね。で私は明日朝一ぐらいの診察なんでもう夜食べたものが全て明日の体重に出てしまうということでこれは何とかしなくちゃいけないと思いお昼は混ぜそばにしました。まだお昼だからセーフだよね、セーフだよね。一番食べちゃいけないものを食べましたね、はい。まあ、お昼ならねまだセーフということでああだってラーメン見ちゃったんだもん。結構しょっぱくして食べちゃったよ。まあ、問題はねここからですよ。この夜どう乗り切るか、食欲をコントロールしてしょっぱいものを控えて、そしてカリウムとか取って塩分を出してむくみを取る、そしてあとは便秘だと無駄に体重がさこうかさますから便秘解消のためにヨーグルトも食べます、牛乳も飲みます。あとできることなんだろう、マッサージとか。もう今更だよね。2週間ぶりの検診なんでこの2週間が全てもう明日出てくるということなのでもう前日からどうあがいたってもう無駄なのは分かってるんですよ。分かってるけどさ、分かってるけどちょっとでも軽くしていきたいじゃん。ということでチョコ食べます。まだ1時56分、まだ2時前だから大丈夫。うん、うまい。もう牛乳飲んじゃおうか。牛乳とインスタントコーヒー入れてコーヒー牛乳で飲みます。私牛乳そのまま飲むのはちょっと苦手なのでコーヒー牛乳で飲んでます。これで便秘解消したい。あとなんだろう、バナナとかカリウムが多いのはバナナとかトマトとかそういうのかな。明日の朝はね軽くご飯を食べていざ出陣って感じなんで、今日の前日の昼と夜がね勝負なんですけど、気はしょうがない、もう忘れよう、終わったことはもう忘れよう、ここからが勝負。いや本当妊婦っていうのは体重が本当にすごい増えやすいですね。他の人は分かんないけど私の場合は本当に毎日毎日ちょっとずつ体重が増えるんですね。これは効きそうです。牛乳とチョコってすごいカロリーだね思ったけど、おはようございます。ということでとりあえず朝ごはん、朝ごはんはヨーグルトに蜂蜜かけてもらったパインがあったのでそれとあと麦茶です。時間がない、あと30分しかない、やばい。昨日お昼ご飯をねしっかり塩分あるものを取ったので見事に体重が増加しておりました。なので朝はちょっと最後の悪あがきということで軽めに済ませて、あとは検診に行く時の服装なんですけどワンピースを着ますが、ここで一番大事なのはいかに軽いワンピースを着るかということですね。これの方が軽いかな、こっちの方が軽いな。これが最軽量なのでこの上にこれを着ていきたいと思います。2個前の動画で妊娠の報告をさせてもらったんですけど、たくさん見ていただきありがとうございました。あとは温かいコメントもいただいて私の心もすごく温まりまして涙が出ました。感謝です。はずい。今日は歯医者にも行きます。歯医者は妊婦歯科検診っていう補助券を使って受けられるんですけど、前回行ったんですね。それとは別にナイトガードっていう夜寝るときにつけるクッション材のマウスピースを作ったので今日はそれを受け取ってその後病院に行って買い物に行って、今日も暑いみたいだからあんまり外を歩かずさっさと帰ってこようかなという感じです。ということでこれを着るか。ちなみにこれはバーズデーっていう子供服が売ってるお店でマタニティ用のワンピースを買いました。まあ、ワタニティ用っていうか本当にただの後ろがここがゴムになってる
締め付けがないワンピースなんですけど、これが軽いし締め付けないし楽でいいですね。なんか魔女の宅急便のおそのさんになった気分です。わかる、おそのさん。キキが下宿してたところのママだよ。よいしょ、暑い。あ、時間がない。お茶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 、麦茶。全然足りないな。ちょっと水足します。はい、準備できました。あと持ち物、さっき言ってなかったけど羽織るカーディガンも絶対持っていきます。屋内結構寒くて、そういうのですぐ冷えちゃうんですよね。だから温度調節用にカーディガンを着ていきます。妊娠の初期の頃は検診は1ヶ月に1回ぐらいだったんですけど、今はもう後期に入ってて、妊婦検診は2週間に1回になりました。なので2週間ぶりに診察。妊娠報告の動画を撮った時に逆子なんですっていう話をして、まだ逆子なので逆子が治ってればいいなって思うんだけど、わかんないね、こればっかりは。まあ逆子でも大きく育ってればいいなという感じで、私も大きく育ってるので中のね、赤ちゃんも大きく育ってるといいなと思ってます。逆子とか新しく問題がね発覚しないかなっていう不安はありますけども、不安はつきませんね。あんまりネガティブに考えすぎないようにね。とりあえず行ってきます。行ってきます。検診終わりました。今日は1時間半ぐらいで全部終わったかな。ついて尿検査をして、お腹からエコーで赤ちゃんとか私の子宮の状態とか羊水の量とか見てもらって、今のところは順調ですということで、あと助産師さんとお話しして産後のあのサポート体制大丈夫みたいなの確認とか、まあ心配なことあるみたいな話をしてお話を聞いて終わりでした。お会計は補助券を使って600円でした。ありがたい。はい、ということで、この後は、かゆい、ちょっと蚊に刺された。やだ、めっちゃ刺されてるじゃん。うわ、やばい、3カ所くらい刺されてる。くそー。ちょっとなんか、自然豊かなところに来たら蚊にめっちゃ刺されてますので、ちょっと、早くスーパーに行って、スーパーでお買い物をして、たくさん好きなものを買って帰るぞ。よし。かゆい、めっちゃ刺された。なんでやねん。帰ってきました。暑い。食べたいものをたくさん買ってきました。検診の後なんでね、とりあえず何も気にせず食べたいものをたくさん食べようと思います。やったー、お腹すいたー。今お昼過ぎですね。ちょうどさ、スーパーもお弁当とかを出す時間で、すっごいね美味しそうなお惣菜ばっかりあったの。お弁当とかさ、唐揚げとかだから、いろいろ食べたいものを買ってきました。食べます。イエーイ。スーパーで買った。見てください。じゃん。私、カップ麺で日清のシーフードヌードルが一番好きなんですけど、なんとこれの焼きそばとどん兵衛コラボがね、ありました。じゃーん、めっちゃ美味しそうでしょ？これを今日は食べたいと思います。迷うなぁ。どうしようかな、どうしようかな。焼きそば、いやー。うどんもいいな。こっち食べます。今日はシーフード焼きそばと、そしてたこ焼き草、そして焼き芋買っちゃいました。やったね、できました。いただきます。おー、シーフードヌードルっぽい匂いがするね。具はキャベツが入ってたこが入ってるので、本家のシーフードヌードルと一緒ですね。いい匂いする。うん、味はちょっと違うな。本家の方が好きだな。嬉しい、たこ焼き。うん、ふわふわでとろとろで美味しい。やっぱさ、関西だからさ、スーパーのお惣菜コーナーのたこ焼き、お好み焼きコーナーが充実しすぎててびっくりする。で、たこ焼きでしょ、お好み焼きでしょ、焼きそばでしょ、焼きうどんでしょ、
たこ焼きとお好み焼きセットとかいろんな種類のお好み焼きが売っててね、さすが関西だなって思いました。前回の動画で妊娠してお腹が大きくなってきてからのパジャマ部屋着問題、なんか今はオーバーサイズの家にあるものを着てあんまり買わないようにしてるんだけど、お腹が出てきて買った方がいいのかなみたいな話、それに対してね、いろんな人が産後すぐ体型戻んないからちょっとオーバーサイズの買っても大丈夫だよって言ってくれて、私なんか産んだらすぐお腹が出たものを引っ込むと思ってたから、あ、体型ってすぐそんな戻らないんだなと思って、だったら早めに買おうということで、この間マタニティパジャマ2着買いましたあと今日着てたあの黒いワンピースと、もう一つゆったり着れるワンピースを一つ買って、しばらくはそれで過ごせますね。今日の検診はお腹にエコーを当てて赤ちゃんの様子とか私の子宮の様子とか見てもらったんですけど、なんかね、赤ちゃんの胃がちょっと小さいかなみたいな、あれおかしいかなってなって、先生がなんかこう同じとこを何回も当てるんですね。なんかずっと同じとこ当ててるから、あれなんかこれあったのかなと思って、すごいドキドキしてきて、ちょっとなんか気になるとこはあるから、あの他の人とダブルチェックで見ますねって言われて、何があったんだろうってすごいドキドキして不安になりました。でもう一人の助産師さんと一緒にエコーを見てくれて、こう角度を変えたりいろいろ見てくれて、結局まあなんともなさそうだねってことで異常なしだったんですけど、なんかちょっとね一瞬ドキッとしましたね。まあ、今回は何もなくて本当良かったし、なんかおかしいなっていうのもね見つけてくれてありがたいなって思ったけど、ちょっとねヒヤッとしました。ドキッと。昔海外にさ住んでたから、海外で友達とか知り合いが出産したとかいう話をさちょっと聞いてたけど、なんか日本みたいにエコーをさ毎回見てくれるわけじゃなくて、てかそもそもなんていうの、国民皆保険じゃないから民間の医療保険にみんな入ってるんだけど、そうすると医療費がすごく高くって、エコーするにもすごいお金かかるから、エコーは毎回じゃなくて妊娠中の3回だか4回だか忘れたけど、基本的にはそれぐらいらしいんだって。だから全然違うなって思ったけど、日本はね毎回見てくれてありがたいなって思いました。逆子治りました。30週にして逆子がようやく治りまして、一応32週ぐらいまでは逆子になってても様子見ですって私はね先生に言われてたから、まあ逆子でもまだ戻る時間はあるかなと思ってたんだけど、今のところ逆子じゃなくなっていたのでちょっと一安心。その32週までは動く可能性があるって言われたから、また頭を上にしちゃったりしちゃったらどうしようと思うけどまあその時はその時だね。逆子だったけど治ったよとかさ、逆子でも大丈夫だったよとかさ言ってくれる方もいて心強かったです。ありがとう。見たし何も味付けてないから牛になった気分。なんだかんだ完食。てか今年も暑すぎません？日中はエアコンつけて家にいればいいんだけど、問題はさ今日みたいな検診で外出なきゃいけない時、今日はさ朝からさ検診だったから朝は割と涼しいじゃん。だからその朝のうちに出て本当に暑くなる前にねさっと帰ってきたらいいかなって思うんだけど、昼から検診とかだったらさ一番暑い時にさ行かなきゃいけないじゃん。もうそれ考えると思う、なんか考えただけで汗が出てきます寝る時も気温が下がらなくて、だからエアコンをつけて寝るけど、そうするとちょっと寒いし、昨日はね寝てから2時間後ぐらいに切れるようにタイマーをセットして寝たんですね。寝つくまでは全然快適だったんだけど、朝方なんか首べっちょり汗かいて起きて、エアコンをつけるから窓を閉め切るわけじゃん。そうすると熱気がこもっちゃうわけね。換気ができてないからもわーっとして、それがまた暑くって、どうしたらいいんですか。みんなこれ大変だよね。ちょっとシーフード丼べ、こちらも美味しいのでおすすめですよ。焼きそば、いやうどんもいいな。制限するときは制限して、食べるときは食べる。メリハリが大事。